こんばんは、おしみです。今日も、先日発売されました、ドクタークロワッサン、こちらですね、こちらの方に佐藤式リンパケアの、理論や、体の不調、心の悩み、美容の悩みという具合にさまざまなセルフケアをご紹介されておりますので、興味のある方ちょっとチェックしてみたいなという方はぜひ購入してチェックしてみてください。今日はそちらの方に載ってる、輪ゴムでできる簡単なケア方法をご紹介したいと思います。輪ゴムの方を、耳の方にかけていただいて、で椅子に浅くかけてください。浅くかけてもらって、できるだけ、耳から足までを一直線にしてもらうような形ですね。で、できればここですね、腰の横を添えるというか立てるように添えてもらって、股関節の部分に触れてもらって、耳から足を意識してもらって、そこから左右にプラ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 というふうに揺らしてください。これだけです。でこれだけでしてもらうと、その場で立って足踏みとかしてもらうと、そちらのケアした側の方が足が軽くなっていると思いますので、足がちょっとだるいなとか辛いなっていう方がありましたら、こういうの合間に入れていただいたらいいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。